見事な戦いだった。エーデルガルトも先生も。乾杯だよ乾杯。つくづく敵に回したくないもんだ。二人ともお世辞はいらないわ。紙一重だったと思っているのよね。それは否定しない。もう一度戦えば違う結果になるかもしれないもの。先生、あなたはどう思った？先生、まあ今だけは調子に乗っても気にしないことにするわ。ともかく俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだな。まったくだ。お前たちと剣を交える未来は勘弁願いたいからな。そうね。呪術師戦という名は元は帝国と王国の争いから取られたものだけど、それも過去の話。いずれはその名も歴史の波間へと消えていくわ。憎いことを言うじゃないか。それじゃあ俺からも提案だ。ガルグマクに戻ったら学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないか。まあ食堂でだが。互いに親睦を深めるいい機会だな。俺は賛成だ。いいわ、戻った日の夜に集合ね。先生、それでいい？一体どうしたの先生、今日は随分と調子に乗っているじゃない。そんなに眩しい笑顔を向けられると私も羽目を外したくなりそうよ。終わった、ようやく終わった。ベルナデ、おい、どう、はい、ねえ、うん、いい、今までは。でもあなたの皇帝けれど、先生、それ以前、今は、おいるな、私、それ私体重、あなたの今後も、わしの、この死、翌節ルミール、まだ、間もなく。何か、皆に。白雲の章、赤狼の説、炎と闇の瞬動。生ける者が姿を隠し始め、フォドラに長い冬が訪れる。霧氷がじんわり降りていくように、ファーガスの北から寒さが覆ってゆく。山際に沈みゆく夕日が狼の生え変わった冬毛を赤く照らすと、それを見たカリウドは言う。赤狼が出たと。といったところだな。本当に疫病の類ではないのか。ええ、医学に絶対はないけれど、可能性は限りなく低いんじゃないかしら。落ち着きなく動き回る、攻撃的になる、逆に寝込んでしまう、眠ったまま起きない、これだけちぐはぐな症状が見られるなら、考えられる原因は複数の毒物か窓、しかも闇の窓か呪術の類か、そのあたりじゃないかしらね。マヌエラ、ルミール村の件か。今の話本当だろうな。あら、ジェラルトさん、
どこから聞いていたの？疫病の類ではないってところからだな。俺もこいつもルミール村の連中には世話になったことがある。あの村で何かが起こってるっつうなら俺たちでどうにかしてやらねえとな。現地の状況を確認してきた。詳しい話は騎士の間で聞いてくれ。私はこれで。マヌエラ、協力感謝する。先生には助けられた恩もあるし、ルミール村に行くときには付き合ってあげるわ。なんだったら二人っきりでも。いのよ。まあ先生ったら。悪いが、村に行くときは俺も一緒だろう。さて、俺たちも行くぞ。ええ、またね、ジェラルトさん。先生、俺は一旦部屋に戻るが、お前はどうする？時間があるなら先に騎士の前へ行って話を聞いておいてくれると助かるが。おい、どうした？変だと思ったら医務室に戻れ。お前は平気な顔で無理をするからな。分かったか？ぐぅ、なんじゃ今のめまいは。わしまで気持ち悪うなったわ。いや、初めてではない。わしもかつてこのような。あら先生、こんな遅くに何を？少し外に出たくてね。夜風に当たっていたのよ。眠れない夜はいつもそう。眠れないからといって夜更かしが過ぎるのは良くないわよ。まあ私自身もそうなのだけれど、あなたは外の空気が恋しくなったことはある？私はあるの。太陽の光に、自然の風に恋焦がれた。前に私の兄弟姉妹の話をしたことがあったわよね。彼らが一人としてまともな生を送れていないという話も。本当に？まあいいわ、続きを話すわね。その兄弟姉妹も私も一時球場の地下で鎖につながれていたの。目的は私たちの体に強い紋章の力を与えるため。私はフレスベルグ家に伝わるセイロスの紋章を持っていたけれど、強力な大紋章ではなかったし、兄弟姉妹の多くは紋章を持っていなかった。ホドラを滑る無比の皇帝を生み出すべく、私たちは体を刻まれ作り変えられた。その唯一の成功例がこの私、エーデルガルト・フォン・フレスベルグ。そして私を作り出した代償に、残りの皆はその身を滅ぼしたわ。私が作り出される過程では無関係の多くの者の命も奪われていった。これが今のフレスベルグ家の、帝国の呪われた真実なのよ。帝国を牛耳る最小一派の貴族たちよ。皇帝である父は止めようとしてくれたけれど、権力を奪われ傀儡となった父は力が及ばず。どうかしら、信じられない。私の力を見れば納得できるわ。今までは隠していたもう一つの紋章の力、それをあなたに明かしてあげる。あなたと同じ炎の紋章。この紋章を得たその時に私は誓ったの。私という存在のために犠牲になった家族と、
多くの見知らぬ人々のために愚かしい犠牲を二度と生まないよう作る、そのための皇帝になると。ご機嫌がよろしくないようで、やはり例の件ですかな。分かっているなら口にしないことね。ですが、過ぎたことはやり直せません。今はせめてそれを活用すべきかと。分かっているわ。それに皇位継承の準備も進めなければ。そちらについては障害なく進んでおりますよ。と、誰か来たようですな。先生、今節の課題について聞いたわ。ルミール村で何かが起こっているとか、あなたがここに来るきっかけとなった村、因縁めいたものを感じるわね。騎士団の調査は進んでいるので。もし村の異変が人為的に引き起こされたものだとすれば、黒幕がいるのでしょう。女神最短の儀で西方教会に組みしていた死神騎士や謎の魔導士たちは、フレンドの誘拐の折にも姿を見せました。そしてまた大修道院近くの村で異変が。大修道院を舞台に何やら正体不明の輩がきな臭いことを企んでいそうですな。先生はこれまでの事件が一連のものだとは思わない？ええ、普通はそう思うわよね。でも私はこうも考えている。大修道院を取り巻く事件は一本の線でつながって見えるけれど、様々な者たちの思惑が複雑に絡み合った結果でしかないのかもしれないと。自分の味方と自分の敵がいるだけなんて単純に考えていては物事を正確に捉えられないかもしれないわよ、先生。ボヤ先生、今日もご苦労なことです。いいたげ、そうですな。かなりの殺気を発したつもりだったのですが。いえ、貴殿のことを少し気にしているだけです。何しろ我が主は先生をそれなりに気に入っているようなのでね。私が主を見誤っているとでも？それとも嫌味ですかね。いいですか、ここでの生活において私が最も重視することは、エーデルガルト様にとって益となるか害となるかです。先生がエーデルガルト様にとって益となればよし、もしも害となるようであれば消します。冗談ではありませんよ。私は生徒である前にエーデルガルト様の従者なのですから。それが嫌でしたら示せばよいのです。どれほど役に立つのかをね。もっとも私の基準は我が主よりかなり厳しいと思いますよ。エーデルガルト様に気に入られているからといって油断せぬことですな。大した自信ですな。ま、そのくらいでなければ我が主のお眼鏡にはかなわぬでしょう。全てはシュケタル・フレスベルグのため。それが我らベストラ家代々の掟。帝国が起こって以来、表から裏から皇帝を守ってきた一族の力をあなたが思い知る羽目にならぬことを願っていますよ。
合格ですか。新しい力だ。おい、急いで出る準備をしろ。ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ、殺せ。どうなってやがる。惨憺たるありさまね。思った以上に胸くそ。気分が悪いわ。先生、言い直したのだからやめて。それより今は村を救わなければ。と言ってもこの惨状では下手に手を出しても死人が増えるばかりでしょう。村人が村人を襲ってんだぜ。片っ端から殴って気絶させるしかねえ。君はいつも無茶を言う。失敗したら殺してしまうか、逆に殺されるよ。だとしてもこのまま手をこまねいて見ていることなどできない。私は行くぞ。私は帰りたいですけど。そんなこと言ってる場合じゃないですよね。助けを求めている人がいるなら助ける。そうでしょ先生。私突入指示待ちます。いつでも行けます。待って、村の中に不審な者たちがいるわ。村人たちの様子を伺っているみたい。彼らを排除しながら正気の村人たちを救出しましょう。どうやら不穏な連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな。俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。焦らず戦おう。殺す、殺す。これで決める。
行きますか。とっ舞台に上がるより緊張するわね。はっ、私の力見せてあげる。さあ仕事だ。おっしゃ行くぜ。先生、奇襲有利思います。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。引きこもっていたい人生だったのに。あの奥で指示を出しているもの、職番のトマシで間違いないわね。
ありがとうございます。ありがとうございます。トマシ殿、ここで何をと聞くまでもないかしら。わしはトマシュなどではない。我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのはフレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。俺も楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士、あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。
花にはトゲがあるのよ。強くなるのも大事よね。これが指導の成果ですか。歯ごたえのねえやつだったな。ジットは強くなりゃいいんだが。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなもんじゃねえはずだろ。見たか、俺の活躍。
り切った。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。賠償で劣悪な獣ごときが。わしを殺せると思うな。はっ！はっ！えいっ！貴族にとっては当然の成長だ。貴様、なぜこの村を狙った？何を企んでやる？実験台など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。ここは飛行。おい待て。消えちまったか。逃がしたわね。村内を見回ってくるわ。まだ敵が潜んでいるかもしれない。